熊野ノジャ熊野マノジ熊野クマノ熊野子ン、クマ熊息子ジャン、は、フランス等の九伝校商民は、伝説に登場する、ハングマ犯人。または、この怪力の主人公の冒険譚。ヨーロッパ各地に広がっており、特に、ピレネー地方との結びつきが濃いとされる。熊野子であり、ジャンに相当する名を留めるルイは,は、スペイン、ロシア、旧ヨーロッパ植民地の北米アメリカ。 カナダ、メキシコにも分布している。神話学では、アーサー王物語の原型と見られている。カタルーニャ語版では、クマのジョアン・ジョーンで LOS、メキシコ等も含むスペイン語圏では、クマのホアン・ジョーンで LS、クマのフアン、ホア・エル・オソ、クマのファニーと、ジュアニとエル・オソ、クマのファニー・リュジュニロ・エル・オソ等、英訳では、クマのジョン、ジョン・ザ・ベアーと表記。 ロシアのも一例に数えられる。A、AT 分類においては、講義では301型、競議では 301B 型に分類される。フランス民話の熊のジャンは、熊と人間の母親との間に生まれた毛深い男児で、乱暴により大学処分を受け、単野氏の弟子となり、鉄杖を自作する。旅の途中、特技を持つ、者たち仲間に加わり、その三弟に四人組は、 不思議な城に居座るが、出現した敵、小人や悪魔に仲間たちは敗北し、主人公は勝利する。ついで地底の世界に降ることとなり、主人公のみ到着する。主人公は、地底の老婆、妖精に知恵を授かり、杖などで戦い、悪魔、巨人などを倒し、地下城で三人の王女を救出する。裏切る仲間に置き去りにされた主人公は脱出し、 王女らとの再会を果たすが、職人のふりをして現れ、王の試練を突破して、王女の一人と結婚する、などが、典型的な要素である。世界一般の類話でも、同じような展開が見られる。日本民話の改編、決定版世界の民話辞典の説明では、熊息子ジャンは、動物の血を引く、子供の一種で、彼らは、力が強く知恵もあり、時には、 動物の言葉を返す等で英雄になる。民話においてクマ息子ジャンは、クマと人間の母親との間に生まれ、生まれつき大変な怪力で、それがために家を追い出される。途中で目利き腕利き耳利き、早足といったような異常な能力を持つ三人の男たちを仲間にして、化け物を退治し、三人の娘を助け出すが、仲間に裏切られて、娘たちを奪われる。しかし、最後には、 仲間の悪事を暴き、一番美しい娘と結婚する。フランス語のいくつかの後本では、熊のジャンが全身体毛で覆われていたと明記する。ガスコーニュ5番、コグマのジャンでは、形は違うが、熊のような大きな頭をしていたと付け加えられている。また、腰から上は人間だが、下半身は熊そのものという描写が、メキシコ版、熊のファンの後本の一つに見つかり、 同じような設定は、ロシアのにも見られる。参考例だが、アバルゴミ民は、熊の耳では、主人公は、熊のような耳を持つ。の童話では、ジャンは熊神でイラストされている。普通の人間の美少年として描かれる遺本もある。の民話集に所集されるもので、メスグマに養われた捨て子という設定である。同じくカルノワの伝説集、同1885年。 差し絵の初集話でも、家父が見つけた拾いごとして、熊の団が美少年として描写されている、渦山照が、これは、羊部分が加工された上での変本、1862年から転載された和令である。兵士の番というのは、地域は指定されないが、二人の兵士の回顧録、1833年刊行、に初集された和令で、 フランス民話の権威が挙げた多くの類例の第一例であり、ドラリュアなどが特に301バイト型の典型例として扱っている。ドラリュの民話集にも召集されるが、英訳も出版されている。熊に拉致されたキコリの妻とその熊との間に生まれた主人公。四ヶ月で歩き、一歳で口を聞き、走ることができた。そのうち熊が、 洞窟の入り口に線をした石をぐらつかせるほどになる。5、6歳で石をどけ、母と脱出を果たす。学校に通わされるが、全身がけむくじゃらなため、学校の生徒から、熊のジャンと、あだなされる。あだ名で呼ばれる都度に相手に暴力を振るい、教師から苦情。ジャンは学校を去り、単ヤ氏の弟子となる。火事場をやめ、報酬代わりに手杖を鍛える。 重さは、長屋が800リーブル、ポンド、石づきが200リーブルあった。旅で得た仲間は2人のみで、カシひねり、トールと、山切リ、トランシュという。トールは、樹齢100の菓子を、ケツナーにして、焚き木を束ねるのでこの名があり、トランシュは、岩石を、ペンチで持ち上げて砕く。ジャンラ一行は白屋敷を見つけて宿泊。人の気配がないが、食卓もベッドも整い。 夕食等も所望すれば、立ちどころに現れた。数日後、資料に二人が出る間、一人が留守番し昼食の鐘を鳴らすことになった。最初の当番はトランシュ。しかし、体が巨大化する小さな巨人が、暖炉の煙突口から出現、散々に殴打される。昼食の合図を欠か,かしたトランシュは、地下倉庫の階段で転倒したと言い訳する。翌日、トールがおに会い、 違う言い訳をする。ジャンは相手が巨大化する木を先して杖で打ちのめし、配送させた。逃げ先は井戸の中、井戸の中を探ることに、縄に結んだ籠に乗り順番に降りるが、他の二人はそこに届かぬうちに引き上げ合図の鈴を鳴らす。ジャンのミード底に到達し、老婆に遭遇する。老婆は探している相手が、 スペインの三王女をさらった巨人であることを解き明かす。王女たちは、それぞれ別の場所に囚われている。二頭の虎が守る。鉱鉄城。四頭の兵が守る。白銀城。六頭の獅子が守る。黄金城。老婆は傷を治す公約の壺を渡し、ジャンは野獣を倒して突破する。王女らは次になるほど美しい。眠る姫たちを、その美しさに見合う優しい方法で目覚めさせる。 ジャン主人公は、鉱鉄、銀、金の球体を手に入れる。仲間たちは裏切って、命綱を放し、ジャンはそこに転落。胴体は傷つき足も骨折するが、公約で全開。ジャンは、老婆の知恵を授かり、大足に乗り地上に向かうが、わしが鳴き声を上げる旅餌を与えよと注意される。最後は、肉がなくなり、自分の代替の肉を削ぐが、公約で元通りになる。 ジャンは王とマドリードに行く。仲間たちは王女らの救出者を語り、一番年長の王女はどちらかとの結婚を迫られるが、王に一年と一日の猶予を許される。その間、国中のマルセイユさんの石鹸を集め、二人を消毒。ジャンは球体を転がして、自分がいることを気づかせ、長女の姫は王に真の救出者のことを告げる。王は別の球体を三個所持していたが、 これを複製できる者にヒメラを与えると不告、失敗すれば公主刑。ジャンは手持ちの球体を見せて合格し、長女と結婚。裏切り者二人は新しく作られた高い公主台で処刑される。違本としては、変レーヌ地方民話集に所集される例、現話1886年、和訳、熊野ジャンなどがある。この講本は、 民話分類学の大家であるスティス・トンプソンの民話100、1000にも、その英訳が治されている。ここでは、仲間は3人加わる。熊のジャンは、対外の話例では、人間の母親とオスグマとの間に生まれるが、コスカバンのように、もともと妊娠中だったのに、クマにさらわれて出産したら、ハングマ犯人に生まれたという説明もある。また、フランス語の類例は少ないが、 メスグマに養われて、クマのような怪力をつけた、主人公のケースもある、バスク版を参照。杖の重さは、500リーブルとされるほか、1万リーブルという例が、プロバンスに見られ、これは100るの例、プロバンス語の悪へと一致する。さらには10万リーブルの杖が、ブルターニュ地方、イーブとその手杖に見られる。この、イーブとその手杖や、わけ、手杖のジャンでは、 主人公が熊と関係がなくなっており、ドラリュがフランス語の話群から外れた外縁的なものに属する。要するにアリであるのだが、地元ブルターニュ地方では、本来ケルト語族のブルトン語で民話が受け継がれている。上の二例ではフランス語で発表されているが、鉄税のヤンのように、ブルトン語が併記された場合もある。幽霊屋敷で遭遇する敵は、小人や小さな巨人、 悪魔である。下界に行く悪魔が多数いる場合もよくある。悪魔が脱出手段を教える場合もあるが、別に老婆などがいて教わることもある。下界からの脱出法としては、巨大な鳥に乗って飛び去るのが典型で、鳥の種類は、わしが一般的だが、ロック鳥の例もある。また、妖精から脱出口の道を教わるが、 背後の小さな光を振り返ってはならないという忠告を受けるのはコスカン版の特有の要素である。ピルネー地方はいくつかの言語圏にまたがるが、この地域からはフランス南部オード圏から採集されたオック語の熊野ジョアン、ジョーンデ・エル・オース、スペイン側からはカタルーニャ5番、熊野ジョアン、ジョーンデ・エル・オース、またバスク語の各例がある。 西欧各地、特に、ピレネー地方のや、シャニクサ祭などの祭典のクマは、クマのジャンの場面の再現であるという仮説もある。実際、などは存在する。の例では、ロゼッタという女性の役、男性の若者が噴して行うをマ役が襲うが、この時性的で卑猥な仕草で行われるという、最後にクマ役分けをかられて、殺される。これらクマ祭りのクマには、 家畜を狙う害獣の側面もあるが、サチュロスのように淫乱な精霊の側面もあると、エマニュエル・ロワラデュリが指摘する。その性的側面は、クマノジャンにおいて、母親が勘引されることの言及に他ならないというのが、ある研究者、MG ・コヤードの学説である。また、土地伝説では、が、クマノジャンの頭部だとも伝えられる。オック語、クマジャン、ヤンデル・ワーズについては、 がオード県で採取した例を、が、標準フランス語と大役で発表している。クマのジョアンとも記される。また、と、J. クロワの教著に、ルイーズカサニョーというオード県出身の語り部から、再録した話が初集される。19世紀のオック語作家は、このクマのジョアンのキャラクターを、その大著、エスクラルモンダ伝説のところどころに登場させている。 その影響によりクマのジョアンは偶像化され、オック国の模範的ヒーローのイメージが築き上げられた、とも主張されている。バスク地方では、道元話は、クマのファン、クマのシャン、ハシコ、ハッチコ等と呼ばれる。クマのファン、アスクエ編は、ファンは母親に、チブサがなかったため山でメスグマに育てられたという、という冒頭文に始まるが、このようにクマがオスではなくメスで、 主人公のウバの役割をするパターンは、ドラルの研究でもクマのジャンの出自パターンの一つに数えられてはいる。ただしのその類例は少ない。同じくクマに育てられた勇士の物語としては、青本番で広く読まれたが挙げられている。はしこと二人の仲間、変、ホッタサとヒロ役では、女性を拉致するのは、クマではなく、という一種の怪人である。ただし、 ホッタによる法薬では、ラミナという種類の妖精が拉致した話に置きわっている。このバサイコールラウンは、近世になってから導入された要素と見られており、バルビエ自身による客色の可能性が濃厚であると、ある研究家はみなしている。この仮説によれば、バルビエが過失をした元となった広報話が発表した、民は、熊ノコであるという。熊ノコ・セルカン編。 は、1878年及び1882年に、刊行されているが、バスイコール、ナバール県の住民から採集された民話である。この民話では、マンディーブから、スペインのおっちゃがり屋に帰還する途中の女性がイラティの、森でマに拉致される。は、その1924年観光のスペイン民話集、クエントス・ポープーラレス・エスポニオ・レイスに3編の、クマのファンを所集した。 このうち、第133話、クマノファニーと、は、三原幸久の翻訳、1989年が、出されている。あとの2編は、第134話、クマノファニーと、及び、第135話、クマノファニー旅、である。スペイン版には、悪魔の耳あるいは、ルシフェルの耳のモチーフが見られ、エスピノーサ編のアレイにも登場する。 主人公が悪魔の耳を切り取って所持品とすると、悪魔は主人公の支配下に置かれ、耳をかじれば悪魔が出現し、命令に従う。日本ではという種類の妖精が自ら自分の耳を切り落として主人公に与えている。また、ルシフェルの耳や悪魔の耳がそのまま作品の題名となっている例もある。この悪魔の耳のモチーフは、 南米やアメリカ合衆国のスペイン語圏に伝わる民話にも見られるアメリ大陸参照。情景のクマノファニーとブラコス版では主人公は100アローバの重さの鉄球を武器として使う。仲間は松田氏の縄作りと尻でお金らしを名乗っていた。エスピノーサは他にもいくつもの遺本を発表している。そのカスティーリアイレオン民話集にもクマノファニー旅や 熊のファンと題する例を収めている。動物が熊から変わっている変形として、ロバムスコ、エルヒジョブラ、ブルゴス県で採集が挙げられる。類話は、アメリカ大陸スペイン語圏にも広く伝わっており、は、アメリカ大陸で採集された33編を1965年に発表している。アメリカの民話学者ロバート・ A ・バラカとも、 また、メキシコ北部の類は3ペを1965年の論文で発表している。いずれも英訳を掲載。熊の不安は、シウガー,ー、フアレス、熊不安は、テキサス州エルパソの住民から再録されている。あともう一例は、未完全な類は、ロバの不安であった。ロバの不安の完結例、シカゴで最終は、フランク・グッド・ウィンが1953年に発表しているが、 ここでは、主人公はメスロバに授乳されて生育しており、前述のスペイン民はロバ息子と同様の羊となっている。メキシコ版では、主人公の武器がマチェテ、ナタの一種であったり、鉄の武器であったりする例が見られ、マチェテを使って悪魔の耳を削ぎ落とす。主人公の仲間は、エルパソの最終例では、アプランセロス、オカナラシ、と、トゥンバピノス、マツネジリ、 という名である。ロバの、フ安ンを置いては、仲間の名は、カルグイン・カルゴーン、カツギヤ・カツギタロウ、ソプリーン・ソプローン、タメイキヤ・タメイキタロウ、オイディン・オイドーン、キキヤ・キキタロウであるが、これは、女流作家の創作的民話、ルシフェルの耳の仲間の名前と同一である。クマノ・ジョン、クマノ・ジャンの説話は、民話学では、AT301 型、奪われた三人の王女、 クマ息子型ともに分類される。しかし、フランスの学会では、より競技の AT301 バイト型に分類し、これをクマのジャン、ジーン・デイルワーズ型と命名している。クマのジャンはまた、類似した、話型である AT650 型、強者ジャンの要素を強く取り入れているものがよくあり、すなわち混合型とも言うべきところとなっている。スペイン語系の 熊の保安方を対象とする場合、類似する、ただし集合されるわけが異なる解析がされている。やはり類婚印判の要素のある、奪われた三人の王女方が基盤であるが、型、AT513A 型との複合だとしている。スペイン民話学者の三原幸久の著書にこうした説明は見られる。日本民話の改編の時点では、主人公の仲間を、目利き腕利き耳利き、 早足の類しているが、これはスペイン語版に見られる傾向で、6人、組世界歩きでもその通りの仲間が主人公と同行する。日本では、熊のジョン型と、甲賀サブロー伝説との比較研究が、荒木博之他によってなされている。前述したように、より講義に言えば、熊息子型となる。また、二人兄弟型や、竜大寺型とも近似性や関連が指摘される。 世界の類例についても、クマのジャン系統という呼称が使われることもあるが、西洋圏を離れるとジャンに相当する名前はつかない。また、クマのジャンとは、あらすじが異なれば、類話とは言えなくなる。より抗議的な世界例は、系統とも呼称される。クマ息子は、動物の血を引く、子供の一種で、彼らは、力が強く知恵もあり、時には、動物の言葉を返す等で英雄になる。 こういった熊の血を引くために怪力を持つ男が冒険する話はヨーロッパ中に広がっている。幅広い地域に分布しているため異なったバージョンや異文がほとんど無限に存在するが基本的には人間の女性と熊の間に生まれた男の子の冒険を描いたおとぎ話である。熊は北方でも最も体が大きく力強い動物とされ、 民話の世界に反映されている。型という表現は、AT 分類上で言えば、あまり特定的でなく、今では301型も650型、強者ジャン型、型も含まれるとされている。この背景には、熊息子型という名称が純粋な民話学のみでなく、比較分学論でも使われていたという事実がある。すなわち、熊息子型という名称は、学校越し、 レオウルフ研究が収集した、説話群のことを指すからである。また、クム息子型と呼ばれるわけでは、実際は、クム息子のモチーフ、B635.1 が欠如する例も、少なくない。650アンペア型の代表例も、熊との関係はない。二人、兄弟30、303型は、世界最古かつ、最も広く分布する話の一種であり、 旧大寺、三百型の話もそこに組み込まれている。熊息子じゃんも、それら二つの話と多くの部分が重なり合っている。二人兄弟の話は、その他にも別の昔話、神話、伝説等と共有するモチーフが多い。例えば、男女の間に置く、定説を表す、抜き身の剣も、その一種で、有名なものとしては、ワーグナーのオペラにもなった、トリスタンとイゾルデがある。 アーサー王物語は様々に発展し、トリスタンとイゾルデの秘連物語や聖杯伝説と結びついた。指定の国型の話では、井戸の底に城があり、王女が竜に捕らえられている。熊のジャンは竜退治し、王女を救い出す。アーサー王という人物は、熊と深い関わりを持っている。神話学者、フィリップ・バルテルの研究、アーサー、または、 熊と王などによると、アーサー王のイメージの原型には、熊のジャン王ユーうケルト伝承があり、多くの点で森の王、熊とアーサー王には結びつきがある。英語圏で言うアーサーは、フランス語圏ではアルトゥール・アーサーであり、この言葉は熊を意味するケルト諸語に由来している、例、ブルトン・ゴエルツ、ガリア・ゴアートス、ウェールズ・ゴアース、そして天空には、 大熊座、北斗七星と北極星があることから、アーサー王、熊、北極星は、神話的思考において一つの体系となっている。ジョン・ケネス・ブルックス・イスリントンの研究論文によると、古くからアーサー、アーサー王、アークトゥルス、ソラ、大熊座、北斗七星、アーサーの車には繋がり、混同がある。アーサーという子は多様で、アークトゥルス、牛飼い 大熊座の七つの生徒を指す。そして、大熊座の七つの星とは、北斗七星のことであり、アーサー・エス・ワイン、アーサーの車とも呼ばれる。ジョン・トレビサが翻訳した、1398年頃の、著、は、これらの意味を含んでいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。